はい、棒銀対策をご紹介します。初手26歩に8四歩とついて25歩に8五歩で、7八金3二金3八銀7二銀で、2七銀と上がってくる手に、9四歩とついて2六銀なら3四歩と角道を開けます。で銀が出てくる手は8六歩から交換をして、7六歩と角道を開けてくる手は同飛車と取って、歩をついてくるのは同歩で、飛車が走ってくるのは8八角成で、同銀なら金を取れますし、同金も銀が取れるので勝勢になります。飛車がもしなってくる手は7八馬と取って、これは勝勢ですね。で、角交換をしてきて同銀に飛車が走ってくる手は、1四歩とついて銀が引いてくる手は3三角で、飛車が横に来るのは2六飛車と取れるので、これは勝勢ですね。で、飛車が引いてくる手は2四歩と打って、かわしてくる手も2六飛車で、勝勢になります。あとは角を打ってくる手は2三歩と打って、飛車を取ってくる手は2四歩で、銀が出てくる手は2八飛車と打って勝勢になります。飛車を切ってきて、来るのは一度7八飛車成と言って、もし金を取ってきたら金打ちで詰みになります。取り合いは勝勢ですね。一応歩を打ってくるのは7九飛車と打てるので勝勢になります。角とかを打ってくるのは8六飛車で、より忙しくなるかなと思います。突き捨てから歩を打ってくるのは9三桂と跳ねて、歩成りは同銀、
で、角交換は同銀と取って、角を打ってくる。では7五飛車と引いて角が鳴る。では一度7二銀と上がって、入ってくる。では8五飛車ですね。で引いてくるのは銀が取れるので調整になります。あとは単に歩を打ってくる。でも9三桂と跳ねて成りは同銀で、角交換は同銀と取って、角打ちは7五か8六かですね。8六飛車と回って金が上がってくる。では1四歩で引いてくる。で2三三桂。で何か銀とか上がってくる。では8四飛車と引いて、歩得をしてて角も手持ちにしてるので調整になります。あとは8三角は8六飛車と回ってこれも調整になります。今回は以上になります。また別の変化ご紹介しますので、よければ高評価チャンネル登録お願いします。では。